宇宙科学研究所は数多くの観測ロケットや5個の試験衛星、7個の科学衛星を打ち上げて、宇宙のさまざまな現象の解明に大きな成果を上げてきました。宇宙研究には大気圏上層に大型気球を上げて観測する方法や、中間圏、電離層、磁気圏に及ぶ高度に観測ロケットを打ち上げる方法、300km から惑星間空間を長時間にわたって観測する科学衛星による観測方法があります。第7号科学衛星アストロ A は、太陽活動の極大期を迎えて X 線スペクトルで太陽フレアの精密観測を行おうとしています。このMU-3S 型ロケットは、宇宙研が開発した衛星打ち上げ用のロケットMU シリーズの最も新しい型のロケットです。3段式の固体燃料ロケットで、 300kg の衛星を高度 250km の地球周回軌道に打ち上げることができます。7、5、4、3、2、1。日本の宇宙開発の中心となってきた宇宙航空研究所は、昭和56年4月、東京大学から離れて、全国の国立大学共同利用機関として、宇宙科学研究所に組織を改め、引き続いて宇宙科学の研究を行うことになりました。宇宙科学研究所は東京目黒区駒場に本部を置き、ここに研究開発部門と管理部門があります。ロケットの打ち上げは、日本列島の南、九州南端の内之浦町にある鹿児島宇宙空間観測所で行われます。秋田県能代市の郊外には、ロケットエンジンの地上燃焼実験を行う設備があります。ここでは固体ロケットエンジンのほかに、液体水素と液体酸素による低温ロケットエンジンの開発も行われています。宇宙科学研究所は、観測ロケットや科学衛星ばかりでなく、岩手県三陸町にある実験場で大気球による宇宙観測を行っています。東京駒場にある宇宙研には、多くの研究室、ロケットや衛星の試験装置、データ解析の設備などがあります。日本の宇宙開発は、2つの組織が中心となって行われています。1つは宇宙科学研究所で、宇宙の科学面の研究を行っています。もう一つの宇宙開発事業団は、宇宙での実利用面の開発を行っています。宇宙研究の計画・開発、ロケットの打ち上げ、
データの取得分析などに優れた能力を発揮してきた宇宙科学研究所は、宇宙観測のため研究者を有効に組織し、時代の要請に応えた宇宙観測を実施しています。日本のロケット開発の第一歩は昭和30年、東京大学が都下国分寺で行った全長23センチメートル、直径 1.8 センチメートル、重量約200グラムのペンシルロケットと呼ばれる小さなロケットの実験から始まりました。ロケットを打ち上げるために日本海に面した秋田県道川海岸に秋田ロケット実験場が建設されました。ペンシルロケットに続きベビーロケットの飛翔実験が行われました。この実験の目的は、昭和32年から33年にかけての国際地球観測年にロケットで上層大気の観測を行うためのシステムを開発することでした。ペンシルロケットやベビーロケットの飛翔試験と並行して、宇宙開発の基礎になる技術の研究や開発に大きな努力が払われました。昭和33年6月、固体燃料を用いた2段式のカッパー6型ロケットの打ち上げに成功。日本で最初の観測ロケットとなりました。このロケットに 15kg の観測機器が搭載され、高度 60km まで達しました。昭和34年の3月までに17機のロケットを打ち上げ、上層大気の風や温度、気圧の測定、宇宙船の観測を行いました。これによって国際地球観測年に参加した日本の責任を果たすとともに、ロケットを用いた宇宙科学研究に大きな第一歩を記しました。昭和35年7月、より大型で高性能の2段式固体燃料ロケットカッパー8型が完成しました。 50kg の搭載重量を 200km の高度まで運ぶことができるようになりました。カッパー8型ロケットの開発によって宇宙観測の分野は大きく広がりました。例えば電離層、大気光、地磁気、黄道光、太陽などを地球大気に邪魔されることなく観測することができるようになりました。観測ロケットの性能の向上に伴い、新しい実験場が必要になりました。昭和36年から内之浦町の一角、太平洋に面した山の上に鹿児島宇宙空間観測所が建設されました。カッパー8型とほぼ同じ大きさと重さの2段式のカッパー 9M 型ロケットは 70kg の搭載計器を積み、350km の高度まで到達します。このカッパー 9M 型ロケットは、その能力と経済性から日本の観測ロケットの主流となりました。昭和37年以来74機打ち上げられ、宇宙の貴重な情報をもたらしています。
カッパー QM 型と同じブースターを用いたカッパー10型もよく使われてきたロケットです。現在では固体ロケットの技術が進み、性能の良い単弾式の S シリーズロケットが開発されるようになりました。単弾式の S210、S310 型ロケットは南極の昭和基地でも観測に活躍しています。このシリーズで最も大きいロケットは S520 型ロケットで、昭和54年に開発されました。このロケットは単弾式ですが、カッパー QM 型や10型をしのぐ能力を持ち、またロケットの姿勢を所定の方向に向ける姿勢制御装置を積んだ実験にも成功しました。今後はこれまでのカッパー QM 型やカッパー10型の果たしてきた役割の多くを肩代わりする単弾式ロケットとして期待されています。昭和36年にはより大きい重量を搭載し、より高い高度まで飛ぶことのできるロケットが必要であるとの考えから、ラムダ型ロケットが開発されました。このシリーズは2段式のラムダ2型の開発に始まり、昭和41年に行われた3段式のラムダ 3H 型ロケットの飛翔試験では到達高度が 2000km を超えることができました。ところでラムダ 3H 型ロケットの実験に先駆けて、昭和38年にはラムダシリーズに続くより大型で高性能のロケットを開発するミュー計画が発足していました。昭和39年4月には宇宙科学の研究のための組織が必要となり、東京大学宇宙航空研究所が設立されました。ミュー計画は新しい研究所の最初の大きな計画となったのです。ミュー計画は人工衛星を打ち上げることのできるロケットの開発計画です。4段式のミュー 4S 型ロケットを開発し、それによって科学衛星を打ち上げようというものです。ミュー 4S 型ロケットで人工衛星を打ち上げる前に、ラムダ 3H 型を改良した 4S 型ロケットで衛星を打ち上げるために各種試験が行われています。昭和45年1月、ラムダ 4S 型5号機の発射準備が進んでいます。第4段モーターは球形モーターになっています。ここに搭載されている姿勢制御装置はジャイロによる姿勢検出器とサイドジェット装置からなっています。全ての装置が計画通り働けば、燃焼した第4弾は地球を回る衛星となるでしょう。
昭和45年2月11日、ラムダ 4S 型5号機は飛翔に成功し、第4段目は日本最初の人工衛星大隅となりました。これで日本は世界で4番目の自力で人工衛星を打ち上げた国となりました。大隅の成功に引き続いてミュー 4S 型ロケットの飛翔実験の準備が始まりました。衛星の各種環境試験、テレメーター、レーダー、コマンド装置などの性能が確認されています。第4段目の衛星打ち出し方向の姿勢制御は、姿勢基準装置と過酸化水素を使ったサイドジェット装置によって行います。昭和46年2月、ミュー 4S 型2号機は試験衛星を近地点 990km、遠地点 1110km、傾斜角30度の衛星軌道に投入することに成功しました。軌道に乗った試験衛星は東京大学のスクールカラーにちなんで丹精と名付けられました。昭和46年9月、ミュー 4S 型3号機は日本最初の科学衛星新星を軌道に乗せました。この衛星では短波帯における太陽電波の計測や宇宙線の観測、電離層プラズマの観測などが行われました。続いて昭和47年9月に打ち上げられた第2号科学衛星電波は、宇宙プラズマの中に起きる様々な波動現象を観測するためミュー 4S 型4号機によって打ち上げられました。ミュー 3C 型ロケットによって科学衛星打ち上げ用ロケットの第2世代が始まりました。3段式になり、2段目には姿勢制御装置を備え、3段モーターは大型球形モーターが使われています。また1、2段過ぎても新しい方式が採用されました。第2段の燃焼中に飛翔制御を行う二次噴射水力方向制御装置 TVC と過酸化水素を使ったサイドジェット装置によって、より正確な軌道に衛星を投入することができるようになりました。ミュー 3C 型1号機は昭和49年2月に打ち上げられ、ほぼ予定軌道に試験衛星を投入し、丹精2号と名付けられました。ミュー 3C 型ロケットの飛翔試験では、地球磁場を利用した磁気トルクによる衛星の姿勢制御も行われています。
磁気トルクによるスピン軸方向とスピン率の制御を行う衛星の姿勢制御の実験は、ヨーヨーデスピナとニューテーションダンパーの働きにより完全に成功を収めました。ミュー 3C 型2号機で昭和50年、太陽観測のための第3号科学衛星太陽の打ち上げに成功しました。第4号科学衛星白鳥もミュー 3C 型ロケットで打ち上げられました。 X 線天文衛星白鳥は天球上のどんな方向にでも姿勢を正しく向けられる姿勢制御能力をフルに使って宇宙観測を続けています。ミュー計画の第3世代の開発テーマは 3C 型ロケットの推力を増すことでした。第1弾ロケットが3分の1長くなり、この改良された第1弾モーターを使った 3H 型ロケットは 3C 型に比べ2倍の重量の衛星を軌道に投入する能力を持つよう設計されました。姿勢基準装置もより精密なものになりました。オーロラ観測を目的とする第5号科学衛星は北半球の上で最初遠地点 4000km の準極軌道に投入することが必要でした。このため衛星の上部にキックモーターが取り付けられることになりました。キックモーターはパーキング軌道の遠地点にあたる南アメリカ上空で点火され、衛星を反対側の北半球で最終軌道の遠地点に投入します。ミュー 3A1 型1号機は試験衛星丹精3号を打ち上げました。衛星の角度を地球磁場の磁力線に沿って安定させる磁気姿勢安定化の試験や、スピン軸を精密に制御する試験、衛星のスピンをガスジェットとニューテーションダンピングで制御する試験がこの衛星で行われます。この衛星は昭和52年2月、予定した軌道に投入されました。磁気姿勢安定化の試験は、ライブレーションダンパーの効果的な助けもあって、完全に成功しました。第5号の極光と第6号の磁気圏2つの科学衛星は国際磁気観測年に参加するため、それぞれ昭和53年の2月と9月にミュー 3H 型ロケットで打ち上げられました。極光は磁気姿勢安定化装置の働きで、北極を通過するときはいつでも衛星が北極地帯を見下ろす角度になり、世界で初めて紫外線でのオーロラの全体像の撮影に成功しました。磁気圏はキックモーターで遠地点3万キロメートルという超楕円軌道に打ち上げられ、地球磁気圏の波動や粒子とその相互作用などを観測しました。ミューロケットの第4世代のミュー 3S 型ロケットは、第1段目のノズル周りに二次噴射水力方向制御装置 TVC を備え、尾翼の先端に固体モーターのロールコントロールジェット装置 SMRC が取り付けられました。
第1弾の燃焼中に飛翔制御ができる MU-3S 型ロケットは、前段に制御能力を持つ最初のロケットとなりました。試験衛星丹精4号は MU-3S 型1号機により軌道に投入されました。丹精4号では今後の科学衛星に必要な多くの試験が行われました。太陽活動を観測する第7号科学衛星アストロ A のための磁気トルクによる太陽指向制御、 X 線天文衛星の第8号科学衛星アストロ B、地球大気圏を観測する第9号科学衛星エグゾス C に必要なモーメンタムホイールでの姿勢制御、将来のミッションのための MPD アークジェット、スターマッパー、レーザーリフレクター、磁気バブルデータレコーダーなど数多くの試験が行われました。昭和56年2月第7号科学衛星火の鳥がMU-3S 型2号機によって予定された軌道に打ち上げられました。火の鳥は X 線領域での太陽フレアの精密な構造についての優れたデータを送ってきています。火の鳥を加えて宇宙科学研究所は12個の衛星の打ち上げに成功しました。宇宙科学研究所ではMU-3S 2型ロケットの開発を進めています。この開発計画は MU-3S 型の2倍以上の搭載能力を持つロケットを開発しようとするものです。MU-3S 2型ロケットの最初の飛翔試験は昭和60年の初めに予定されており、試験衛星を太陽中心の軌道に投入する計画です。これに続いてプラネット A が昭和60年の夏に打ち上げられます。この衛星は76年間太陽系をさまよい、昭和61年の初めに再び太陽の近くに戻ってくるハレー彗星の紫外線像を捉えようというものです。それはまた科学探索の場を惑星間空間にまで広げる時でもあります。まだ知られていない物理法則を発見するための多くの事実や真理、現象が宇宙のベールに包まれています。宇宙科学研究所はこれを解明し、宇宙研究を進めるために日本ばかりでなく世界の科学者たちとも協力し、目覚ましい成果を上げています。